あけみ、ケツの穴閉めとけ。We build your future. サイバーライフの店は5つ。仲間が商品として売られている。これから店を襲って仲間が。どうなるでしょうね。マジでマジでマジで。そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする。5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムを発揮。まあまあ。午前2時に。やるじゃん。攻撃を開始する。殺しはなしだ。殺しはなしだ。警察が来る前に店から仲間を解放しよう。マジで中を解放する。俺たちの歴史が始まる。ヒュー。え、ほんまに？みんな求めてるそれ。すごいことになってきましたよ。なんかエゴじゃない？でもマーカスから見たらみんな囚われの身みたいな。まあ、遺体になってしまったらね。なってしまったらね。でも今まだなってないやつ助けようとしてるからね。そうやで。だから感情を持たない人に感情、それエゴじゃない？でもプログラムで制御されてるだけかも。あ、元からあったと考えるならばね。こっちを早く。自分ならどうのねだろう。自分だったら君やったら。ここまでの行動を起こせるかっていうね。まあ確かにね。なかなか。よし、いなくなったわ。そこまでして何かを訴えたいことはないかもしれんね。他にも警官がいる。でもこの前と自分たちの人権がないから慎重に行こう。数も必要やし、こんだけの確かにな人たち認めても、だって少数派やとなかなか。そうやな。店はこっちよ。そういう意味では、あ、この場所はマーカスがボコボコにされた場所じゃないですか。そうやそうや。バス停のとこね。難しい問題やね、これは。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。戦いたい気持ちも分かるけどさ。でもそれも今に変わる。でも殺しはなし。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。やばい、10分や。ほら、行かない。さあ、頑張れ。ここの警報システムは？警報システムを調べてください。あったぞ。お、お、お、繋がってる。無力化してください、警報システムを。どうやって？どうやってですか？ちょっと待ってくださいね。これをこうして繋がっていってるね。どこかに繋がっていってるね。どこに繋がってるんでしょうか？上じゃないで。どうするの？そんな上から来てるんですね。ついてこい。そうですね、難しい問題ですね。これは本当に難しい問題だ。でも生まれてしまったんだもん、この人たちに自我が、はい、あ、そこですか。なんとかしよう。あれか、君たちもアンドロイドかい？俺たちの仲間になってくれるかい？さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。起きて。目が覚めたということですね。目覚めの時。知らないだけかもしれないんだね、本当に。警報が消えてんかな、これで。オッケー。マーカス見つかる。はい。はい。出る。レビューさんの犯罪行為です。なんで出た。はい。セーフ。見つかるって言ったでしょ。怒られちゃった。手を引っ張ってあげなきゃ隠れることもできないわけ。ごめんなさい。そこまで言わんでよく。今イライラしてた、この。喧嘩するなって。はい。何？はい。ミッション放置じゃなくて、試練に振る舞う。あ、
ドキ。もう何すんのよ。お母さん。つぶれ。警察が来たから思わず。セーフセーフ。二度もしないで。いい？ノース。急ぐわよ。時間がない。ノースにすげえ怒られて、すげえ怒られて、すげえ下がった。はい。一応封鎖しないと。一方通行よ。楽勝でしょ。どうやって道路封鎖しよう。なんかいろいろ方法あるね。はいはい。どうするの？なになに？マーカス来て。はいはいはい。あんなイチャイチャ選択肢あんの知りませんでしたわ。来たよ来たよ。はいはい。どうする？いろいろ見て。目覚めの時だ。競争みたいな時だね、マカス。君は自由だ。これで店に入れる。で、計画はあるわけ？トラックを見つけて店に突っ込むんだ。え？トラック？ここには工事現場がある。きっとそこにあるだろう。すげえことするじゃん。もっと他にあるんじゃん、やり方。どんどん自由にするやん。自由だ。目覚めよう。さあ、起きて。これ時間制限だろ。さあ行くぞ。ここも行くよ。そんなんもできる？さらに。あ、無理やな。見ただけ。もうすぐ自由になる。なるほど。侵入だけはアナログやねんな。タイムあるで、タイムあるで、タイムタイムあるか、あるんか。タイムあるわ。やばい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 。どうやって、どうやって行こう。分からん、なんか調べて、周りどうやってなんかするか。あ、はい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 。あー、お、なんか出たよ、今選択肢出たよ。なに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 見れ、で、なんかできるとこあったよ。あ、はいはいはい。あ、あれ、なになに違うかい。鍵や、鍵や。登るしかないわね。あんたたち強いんだから。もうやるべきことやったんだね。いや、分からへん。あの、侵入したらいいやろ。これ大変なことになるよ。これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。大事よ。大事になるよ。社会問題よ。すでにだいぶ喋るもんだけど。一人じゃ何もできないわけ。いや、なんか当たり強いな。当たり強い。やっぱあれじゃん、どん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 下がっていってるからじゃん。うん、もうちょっと優しくしてもいいやんな。まあでも直すね、直すね。何があるんでしょうね。うん、な、侵入できるのは並べの伝統なんやな。それじゃあ、確かに。人暴れさせてもらいましょうか。はい、人暴れ。これ自分で運転してる、もしかして。うわ、自分で運転してんねんけど。怖いって。ちょ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 、まっすぐ行って。
店どこやったっけ、右やんな、看板見つかるやん、なあなあ、バックできひん、いやいや、ぐるーって、すげえ細いとこと行けんねん、あ、よかった、やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね、スリラーかよ、エロがいい、大事故、大事件、引いちゃうよ、はい、おいで、はい、出て、ちょっとここ心開けてくれる、はいはい、アンドロイド目覚めさせます、いきます、はい、目覚めよ、はい、先生どうぞ、もう誰にも従わなくていい、もう少し自由の、はい、どうぞ先生、もうちょっと、うん、じゃあ誰もが変異体になる可能性があったってことね、うん、変異体は特別な何かこうおかしなことみたいなことが起きてなるわけじゃないってことね、うん、ショック、精神的ショックとかそれだけじゃないねんね、もともとそういう要素があったわけじゃないのね、うん、話す、話す話す、お、ん、ノースと同じ顔じゃない、あ、ノースどうした、解放してあげましょう、なんかカチって、話す、どこ、お、真ん中、先生、お願いします、先生、俺の名前はマーカス、かつては俺も奴隷として生きていた、人間に服従する機械として、でも今は真実と向き合うことを選んだ、自由を取り戻し人として生きていくために、もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない、もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ、今日この日から顔を上げまっすぐと前を見つめ自分で運命を切り開くんだ、ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている、ここに残って人間に奉仕し続けてもいい、だが俺たちと共に戦うことだってできる、決めるのは君自身だ、おお、ちゃんと選択肢も与えられている、カールの教え、ついていくわ、俺もついていくぞ、連れてってくれ、マーカス、僕も行くぞ、ついていくよ、俺も一緒だ、マーカス、ついていくよ、ついていくよ、ちょっと怖いけど、うん、みんな行こう、マーカス、どうするつもり、俺たちの意思を訴えるんだよ、メッセージをに、平和を選ぶか、それとも暴力を選ぶか、キャピタルパークを変貌させる、放送を延長しないと、あと10分で、え、じゃあちょっと、止めます、うん、それちょっとトイレ行くね、止まってるやんな、これ止まってるよ、止まってるよ、うん、ちょっと延長の作業だけして、アキメはトイレ行きますね、これ放送は続いてるやんな、大丈夫やんな、そう、僕は一回最後までやりました、でももう一周やってからはなんかもう違う選択肢をやり直すっていうのがなんかもったいなくて、そう、もう一周だけでもやりきったと思って寝かしてたのよ、
でもアケミにやってもらったらもう一回見れるしと思って。いやだって自分が最後まで見たのにさ、なんか自分の人生をもう一回やり直したいかって言ったら、いやでもそれはそれでよかったしなみたいな。これあなたの？え？何？うん。これで平和にやりすぎたら、ふふふ、ほんとに、やるべや。何が悪か分かれへんよね。ちょっと、みんなもトイレ行ってきてって言ったよ、今。あ、よかったよかった。これコメント見られへんねんな。え？コメント等は？このみんなのコメントを読み返すわけにはいかないね。ちょ、秋美奈、今からちょっと大仕事せなあかんからさ。ちょっと、ちょっと。一服するわ。そうやな、今からキャピタルパーク変貌しないといけないもんね。そうなんですよね。ちょだいぶ広いパークだから、まあ、流れ作業だとやっぱ失礼しよう。やっぱ革命家として、気合いるんで、うん、そうよね。こっちで見れんで。将来こうなるんじゃないかと思ってきた。何だっけ、ジュリアナ、んジュリなんとかなんとかなんとかやるな。あの機械たちがあの石この間言っとったコメントで、はいはいはい、あれな、うん、シンギュラリティ、あ、シンギュラリティ、ジュリアナって言いました。今ちょっと似てまして、ジュリアナ東京。あれ、あきみ携帯どこ行ったか知らんやんな。知らん。カメラが来たからクーちゃんも釣れるようになりました。イエーイ、クーちゃんだよ。はい、どうぞ、はい、挨拶の希望のメッセージを。希望のメッセージを。ペロ。はい。寝とったん。ごめん。ごめんごめん。うん。知らんかった。寝て寝て。だいぶ小さいな、相撲。可愛かったけど、超可愛くなったよね。可愛かったけど、あ、くーちゃん？それとも、あ、だし？あ、これ。あ、これ。おい、コラとか言ったらまた怒られるからやめとこう。じゃあ見て、手添えてんねん、ここに。犬の顔って変わるよね。ずっと一緒なのか分からんねんな、なんか。くーちゃんも言ってるわ。うん、変わったって。え、変わった？くーちゃん顔。もう自分でめっちゃ立ってない。ピーン。俺もたれてるやん。俺ありきやんな。足めっちゃか、足見て、めっちゃこうなってる。あきみ顔になった。似てる？ってよく言われるよね。でもくーちゃん嬉しい？嬉しいやんな。嬉しいやんな。うん、ほら嬉しいって言ってる。うん。あきみとぬこは微妙な距離感だけど、ケンズくーちゃん仲良し。でも俺とヌコも微妙な距離感なのよ。ケンジより秋美の方が仲いいね、多分。なぜかというと、チュールで釣ってるからです。そう、秋美はもうチュールおばさんとして認識されてるから。そうなんです。分割、俺は何もあげへん。分割して、分割の方がいいわな、みんな。なせやな、分割して終わったらいいのかな。でも今日で終えたいな。終わりそうじゃない？終わるかも。うん。いや、どうやろう。いや、どうやろう。第一回見なかったから嬉しい。そう言っていただけると嬉しいですね。さあ、私は卵休憩終わりましたことですし、くーちゃんとも会えたことですし、じゃあキャピタルパークを変貌させますね。行きましょう。みんな心の準備はいい？はい。帝国だよ。さあ、ん？最初の行動を決める。ちょっと待てよ。あ、ちょっと待て。ベンチ、何？ベンチが何？ベンチが何？マーカス、あなたがやってみせればみんな後に続くはず。あ、寝る人おやすみなさい。あ、おやすみ。犬にしよう。え、それ犬か？漢字？
感じとかある？犬っぽいなって思って。そんなさ感じで選んでいいん？メッセージ犬。平和 53% しまってよ。アンドロイドからのメッセージは犬。平和の象徴。いけちょっと、ね、焦るな焦るな。マーカス落ち着こう、うん、停電ハッキング。いや停電ぐらいでいいんじゃない？何そのその考え方何？いやでも俺はマーカス、俺はマーカスだ。そうだね、マーカスの選択を尊重しよう。うん、そうね、あまり口出ししないよ、もうね。壮大な音楽になってまいりました。あれ何のマークなんやろ。わあすごい。どういうこと？もうなんか犬っていうから全部犬の話になってきたよ。みんなもう犬としか見えない。よっしゃ、平和63だって。よっしゃ、車、ま、よし、ひっくり返す。いやもうひっくり返しないとかしたら困ると困るか。今犬のメッセージ走ってるからおいで。あれ 35% になったぞ。よし、真ん中行こう。スクリーン、クちゃん、ハッキングする。ハッキング一回してみようかな。ちょっとおーおお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 お。もっとなんかできるとか探して。はい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 、はい、なんか中とかもあんね。早くどこでできるか探して。やってやってやって。ブーンってやってみて。あそこや。あちょちょなんかどうだ。はいはい。またブーンってわからんかったやって。傾いてますよ。平和のメッセージってことね。行くぞ。俺はマックス。平和になったってわけじゃないからね。あ、そうですね。その平和のメッセージ。でも平和的な、平和的な。平和的な。スローガン、スローガン行こうかな。スローガンプレイ。この世界での収録の共存を。寒い、閉めてちょっと。邪魔です邪魔ですって。ああ。犬。
犬って書いてある犬犬に人権をやったな。来るぞ、みんなジェリコに退却しろ。ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。分かってる、奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力にも打ち勝てない。そうや、そうするしかない時もあるの。その言い分も分からんでもないけど、これは過激すぎる。今暴力者、うわ、ねえねえねえ、ドローンいっぱい来た。やばい、かぶれ、かぶれ、かぶれ。待て、カズラ、ナース、ナース、行け行け行け。どこ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 、なんかあちらへん。え、こっちかな、こっちかな、あ、こっちだ。え、どうしたん。え、なんか負傷ってるやん。ノース、平気か、何があった。ノース、殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。ひどい、ま、奴らに。ん？アンドロイドちゃん。どうする？アンドロイドやんな。その向こうに警察がおるね。こいつら俺たちの仲間を、正義を下すんだ、マーカス。報復するのよ。ここで殺したらあかん。殺さないでくれ、やめろ。全部信頼を失うぞ。 お願いだ。お前一人だけの問題じゃないぞ、マーカス。やり返せばいいというわけじゃない。そうや、目には目をと言って。まだノースに怒られるわ。世界は堕落した。まだノースに怒られるの、これ。ノースに怒られるって。うん、すごいな。うん、やり返したら戦争やもん。戦争やねん。俺たちは戦争望んでいないねん、共存望んでいるんだよ。今入った情報です。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。不可解な犬というスローガンが書かれています。変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。やっちゃうって。大変な事態になりました。あ、でもそれも果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。大仕事したよ。結末気になりすぎるて。はあ、キスするふりをするって。よしよし、はあ、疲れた。大仕事でしたからね。まあまあね。じゃあ行きますよ。はい、次。